河原坊天使は中華、人民共和国領年小大連市に位置する、研究師。広蘭天使と生和氏と共に、北方三氏と称された。河原坊天使は、両東半島中西部に位置し、北は、二州市、東は、広蘭天区に隣接し、南は、広蘭天湾に臨み、金州区に接し、西、南は、渤海を望む。 新大島では北に2 9 2トル大連市中心部より1 0 4トルの距離にある。渤海海岸に長江島、交流島などが浮かび、長江島は中国北部で最大面積の島である。領内に設置されたまた州を前進とする。現代に廃止されたが、秋代が成立すると、後部年間にまた州へいとして設置されたが、間もなく廃止されている。 新庁が成立すると1727年に、また州庁として、再設置、1732年にはまた州と、改変されている。中華民国が成立すると1913年に、また県と、改変、1985年4月1日に、研究史に昇格し河原坊天使と改称され、現在に至る。河原坊天駅河原坊天。 バスステーション中国のベアリング産業の発祥地で有名。河原某店空受古墳有限工師はアジアで最も大きなベアリングメーカーで満州国時代に日本人によって創業された東洋最大のベアリング工場を前身とする。工業も盛んでダイヤモンドを産することで有名で埋蔵量は中国全体の54%を占める。他に石灰岩も 豊富に産出する。農業においては、果実の生産地であり、リンゴの産地として有名で、他に、西洋梨桃、梨ブドウ、サクランボなどを産し、ハウス栽培も行われている。また、蜂蜜、南京豆、氷炭などが作られ、これらは加工されている。わさび、ブロイラーなどは日本へ輸出されている。漁業は、 4 6 1トルの海岸線を有し、有ナ生子、エビ、ハマグリ、カニ、ボラ、クラゲ、ホタテガイなど25万トン以上の漁獲港がある。渤海海岸のアズマミカゲチンに、中国最大級の紅沿い河原の古力発電所がある。また、長江島を日中間の工業、貿易地区として開発中で、石灰岩採掘場、ゴルフ場などが完成していて、 韓国の STX グループがアジア最大級の造船所を建設しており、風力発電の研究施設なども計画中である。龍門温泉、千浴湾海水浴場、ダイヤモンド鉱山など、ありがとうございます。